かつて愛知県小牧市にあったスーパー銭湯、アミューズメント事業などを展開する有効ラッキーグループが運営していた。2018年4月30日の19時をもって施設老朽化と初班の事情により閉店した。現在は設備の工事をした上で有効リプロのリサイクル工場になっている。施設内には天然温泉を利用した巨大浴場を中心として、 飲食店やエステティックサロン、ゲームセンター、ムービーシアター、さらに横になって休むことができるレストルームなどが置かれ24時間営業も実施していた。また、かつてはラッキー健康ランドという名称で営業を行っていた。1985年の開業時には健康ランドという名称を使用した全国で初めての施設であったが2003年にリニューアルオープン。 した際に、小牧天然温泉スパガーラへと名称の変更がなされ、業態についても解消以降は、スーパーセント銘打っていた。ただし、前述の通り浴場以外の施設も充実しており、健康ランド時代の面影を数多く残していた。閉店以前の情報を以下に記載する。なお、タオル、館内儀は無料、シャンプーリンスボディソープは浴場に備え付けがあった。 浴場以外の施設も利用可能。午前11時を過ぎると追加料金となる。1枚のカードにより4人まで割引適用可能。クラブスペガラは入会金、年会費無料。無料送迎バス、小牧健康ランドに関するカテゴリー。ありがとうございます。